ちゃんの琵琶湖バイタル研究所スタート。こんにちは、ゴエン達郎です。コピーライターさやかです。はい、今日はですね、いつもさやかちゃんとキャッチコピーの特訓道場をしてるんですけども、さやかちゃんが嫌という。嫌だマジでやりたくない。あれもう2回したんですけど、めちゃめちゃ再生数が多かったんですよ。そうやん、絶対再生数は多かったんですそれ稼いだの私。さやかちゃんが嫌やということで。嫌です。はい、だだこね張ったんで、今日は、キャッチコピーのおすすめ集をですね、さやかちゃんに紹介してもらおうと思いまして、はい、まあ、ビジネスにもつながるかなと思うんで、なんかおすすめを紹介してくださいということで。好きなやつでいい？好きなやつでいいです。なんかこう見て、あ、これ好きだって思ってですね。いいっす、いいっす。僕ね、JT の働いて笑おうっていう、アップルのウォズニアック、わかる？わかる。ジョブズの相方ね、ウォズニアックさんがなんか笑ってる画像でめっちゃインパクトがあって、それはめちゃめちゃ覚えてるっていう。それそんな新しくないですよね。でも 3,4 年前かな、あれかな。めちゃめちゃ覚えてるっていうのはあるけど、なんかあるんですか？あるある。普段なんか電車乗って釣り広告とか見ていいなと思ったのは、基本なんかメモしたり写真撮ったりするようにしてる、その中からいいなって思ったものを教えてください。3個くらいでいいですか？3個です、3個です。じゃあ、ね、1個目が、はい、一目で分かるギリチョコみたいな、ブラックサンダーの。あ、ブラックサンダーね。そうそうそう、バレンタインの時期にその、まあ、ブラックサンダーを女の子からもらって、よっしゃ本命だと思わないじゃないですか。思わないね。思わないね。思わないね。女の子も本命の男の子にブラックサンダーあげないんですよ。今ブラックサンダーの会長に会ったところで。で？あ、全然関係ない。でも思うでしょ。女の子からもらって思わないでしょ。全然思わない。そうそうそう。でそれもギリやなと思う。そうで、それって多分いろんな全員そう思うんですよ。でキャッチコピー作るときはなんか結構常識と反対のこと、否定的なこととか矛盾することを結構組み合わせることが多いんだけど、はいはいはい、例えば早くて遅いとか、早くて遅い、過去で未来とか、はい、逆のことをつなげるとキャッチーになる。そう、見たことあると思うけど、そうならない、なってない、逆にね。そう、逆になってなくて、で一目で分かる、見て3秒で分かるキャッチコピーがいいって教わったことがあって。もう一回教えて。ブラックサンダー、ブラックサンダー一目で分かるギリチョコみたいな。わかりやすいね。そうそう、めちゃめちゃわかりやすい。 それはすごい印象に残ってるなって。うん、そうだから分かりやすいですね。分かりやすくて好き。2個目、はなんだっけ、ブラのね、コピーで、ブラ、そう、ブラジャー、ブラジャー、ブラジャー、胸を締め付けるのは恋だけでいいっていうコピーがあって、それすごいいいんですよ。なんかね、白いブラをつけた女の人が青空バックに、での写真でね、ビジュアルがで、手書きで胸を締め付けるのは恋だけでいいって書いてあるんです。うちの山本くんですけど、ちょっとおっぱい出てきたんですよ太ってってこと。いや、おっぱいだけある、おっぱいだけあるの人キモい後でじゃあ私の貸してあげます。あの人おっぱいだけある、太ってないよ。カットかっかけていいですか？ダメねえ、笑っちゃう、想像してこれははい、うちの山本くんね全然悪口。悪口じゃない、悪口じゃない。事実。じゃあ、はい、ちょっと何言ったか忘れた。ブラね。そうそう、で、はい、なんでそれが好きかっていうと、まあ照れくさいじゃないですか。胸を締め付けるのは恋だけで、うん、何が照れくさいかっていうと、胸を締め付けるっていうワードと恋っていうのも多分照れくささを予想。確かに確かに。で、あと、まあキャッチコピーつけるときってターゲットを決めるようにしてて、決めるんだけど、ペルソナね。そう、うん、その時にその、まあ、ブラをつけるのって絶対女性だし、で女性その頃のなんだろう、まあ、ターゲットにした女の子って絶対恋で悩んでる、あとは、体型で悩んでるっていう、その悩みをか、なんだろう、コピーに入れ込んでるっていうのが結構いいのかなって。胸がさ、ね、体型の胸と心を指してるっていうのも結構キャッチだなと思って、めっちゃいいですね。3つ目、はい、3つ目はね、箱根駅伝のキャッチコピーで、なんだっけ、そのまんまじゃないかもしれないんだけど、お母さんのお腹を蹴ったその足で走れみたいな、走れ母のお腹を蹴ったその足でみたいな、
ほう多分トーチなったかな走れうん走れその母のお腹を蹴ったみたいな走れ丸点だねあ走れ点点母のお腹を蹴ったその足でみたいななんかそんな感じのキャッチコピーがあってめっちゃいいそれはそれ、うん、10項目、うん、走れこんな時みたいに走れこんな時があったみたいにってこう10項目なんかあるんですよサブタイトルみたいなのがでそれがすごいその、まあ、箱根駅伝を走る操作の成長をたどってる感じであのキャッチコピーっていうのはさっき見てわかるっていうのも大事だって言ったんだけど、うん、情景が思い浮かぶものが結構共感を得てみんなの心に届きやすいんですよでツイッターでめちゃバズったんですよこれ確かそうで私もそれで見ていいなって思って好きだから、うん、なんかそれを写真に残ってました、ね、俺1個だけあんねんけど、うん、あのさあひっくり返そうとしてる何それあの西武の CM で最近バズったやつがあって、うん、知らんなんかあの知らん何ダメなネガティブなワードをバーって言っていかはんねんか、うん、でそれを終えましたでその後それをそのままあの逆に言っていかないそしたらめっちゃポジティブな言葉になるっていうキャッチコピーじゃないけど文章、うん、でそれそういう文章術がありますそうめちゃめちゃ面白いなと思って Facebook でシェアしたとあれもめちゃめちゃ面白かったそういうね術があるんや、うん、けどの後に持ってくる言葉って超印象的でそうで要するに何だろうネガティブの反対はポジティブにもなるからあの何だろう受け手に受け入れやすいからよく使うかもしれんああそうなんや、うん、へえ。最後に何さやかちゃんが自分にキャッチコピーを作るとしたら、ね、結局つけるんじゃんマジでこの子嫌い最後にね最後に何最後にこれだけで知りましょうちょっとやってみていや俺できる俺はあの思いついたら即行動とか、ね、聞いてくださいキャッチコピーって私はこれここでここ言って、うん、キャッチコピーっていつもね付箋を50枚用意してるんですよ50枚から100枚で例えばじゃあこれにさキャッチコピーつけようってなったら、うんうんうん、これは丸い青いとかいろいろ書いてってそれを貼ってって使えるものをピックアップするからこんなパンパン出ないんですはいどうぞなので出ませんはいどうぞ何私のキャッチコピーはいはいこのさやかちゃんのキャッチコピーをどうぞ最後に今スーパーポジティブキラキラガールイエイはい、なんか最初とあんま変わってないですね、うん、はい、ありがとうございますまあまあ、これこんな感じでちょっとまたやっていこうと思うんでなんかおすすめのキャッチコピーあったらコメントにお願いします